今日紹介したい1本はこちらの PRG280 という時計の紹介をしたいと思います。こちらはですね、カシオのプロトレックという時計のシリーズになってます。で、文字盤はこんな感じで、アナログとデジタル、曜日とで時間もこんな感じでデジタルで合わすこともできます。で、視認性も結構こんな感じで良くてですね、パッと見でアナログで時間を見て、まあ、細かい秒数とかこのデジタルでも見ることができるという感じです。で、曜日のチェックも簡単にできて非常に実用的というか見やすい時計です。で、20気圧の防水になってまして、この辺のボタン、コンパスとかですね、その辺も非常にボタンも大きくて使いやすくなってます。で、裏蓋はこんな感じです。日本ジャパンムーブメントでケースの作りはタイということですね。最近こういう感じの G-SHOCKとかもみんなそんな感じが多いですね。で、バンドの感じはこんな感じです。G-SHOCKとですね、プロトレック結構好き嫌いが分かれるというか、 G-SHOCK 派とプロトレック派って分かれるらしいんですけども、まあ、僕はどっちも好きで、あのプロトレックはプロトレックでこんな感じで、あの独特なですね、あのデザインと、あと気圧計とかコンパスとかそういうのが入ってて面白いと思います。これは値段的にはですね、プロトレックでも安い方だと思います。2万しないで買えると思います。なので、まあまり時計にお金をかけたくない方で、で人と被りたくない方でちょっとこう存在感があるというか、まあ安っぽくは見えない時計を探している方にはおすすめです。で、防水もしっかりついてタフでいいと思います。以上、カシオのプロトレックの PRG280 の紹介でした。